1972年新宿、一人の若者がある決心をした。それは一生虎のお面をつけて新宿で生きていくこと。そうそう、求めてるものって大変ですよ。もうね、シネマとビジョンと酒と夢とロマンと僕はやっぱり映画少年だったので、映画館に行くとやっぱり絶対タイガさんいるんですよね。しかもあの劇場の前の方の席にタイガいて、姫様あんなでもおかえおかえやぞ。私本当におじさんの言ってること正直本当に3割ぐらいしか分かんないんだけど、打たれるんですよね。この電車には優先席があります。実はタイガーさんのこの派手な出で立ちにはあるメッセージが込められている。うちの場合は至る所でナンバーグピースだ。自分という形を一つのアートにして、一つの人にインパクトを与える。やっぱり新宿という街がそういうのを許す。新宿の象徴ですか。で最初は朝日新聞社もあの格好は何だと。夢や理想が消え去った時代を駆け抜ける最後のロマンティスト、新宿タイガー。